ジーン・アン・ケネディ・スミスは、アメリカ合衆国の外交官、活動家、人道主義者、作家であり、1993年から1998年の間に在アイルランドアメリカ合衆国大使を務めていたことで知られる。彼女は、ケネディ家の一員であり、ジョセフ・ P ・ケネディとローズ・フィッツ・ジェラルドの間に生まれた8番目の子で末娘である。兄は、 第35代アメリカ合衆国大統領のジョン・ F ・ケネディと第64代アメリカ合衆国司法長官のロバート・ F ・ケネディ。弟は上院議員のエドワード・ M ・ケネディ。姉はスペシャルオリンピックス創始者のユーニス・ケネディ・シュライバーである。また、大統領夫人のジャクリーン・ケネディとは義理の姉妹関係にある。彼女はビル・クリントン政権下のアイルランド大使として、 北アイルランドア平プロセスに尽力したと言われている。彼女は国務省に新イン党指導者のジェリー・アダムズへのビザ発行を促して批判を受けたが、彼女の家族はこれが1994年の停戦宣言での IRA 暫定派に影響を与えたと主張している。しかしながら、後にアダムズは北アイルランドア平プロセスを主導したのはクリントンであり、その過程でスミスは ベルファストの司祭からの助言に頼っていたと述べた。アイルランド大統領のメアリー・マッカリーズはアイルランドへの貢献を認めて1998年に彼女にアイルランド名誉市民権を与えた。彼女は障害を持つ人々が芸術に従事できる社会を目指す国際的な非営利組織であるベリー・スペシャル・アーツの設立者でもある。年に彼女はビッサや 障害者との活動により、バラク・オバマ大統領から大統領自由勲章を授与された。ジーン・アン・ケネディは1928年2月20日にマサチューセッツ州ボストンで生まれた。これは姉のキャスリーンの8歳の誕生日と同日であった。彼女はジョセフ・ P ・ケネディとローズ・ケネディが設けた9人兄弟の8番目であった。他の兄弟にはジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニア、 第35代アメリカ合衆国大統領のジョン・ F ・ケネディ、ローズ・マリー・ケネディ、スペシャルオリンピックス創始者のユニス・ケネディ・シュライバー、パトリシア・ケネディ・ロー・フォード、司法長官、上院議員のロバート・ F ・ケネディ、上院議員のテッド・ケネディがいる。彼女はケネディ家のこの中でも特に恥ずかしがり屋で警戒心が強かったと言われている。彼女はマンハッタンビル大学にに通い、 そこで後に義理の姉妹となるエセルス・カケルとジョーン・ベネットの友人となった。1949年にマンハッタンビルを卒業した。彼女は兄のジョンの政治的キャリアに深く関与していた。彼女は1946年の下院、1952年の上院、そして1960年の大統領選挙運動に協力した。 彼女は何かのために協力するという両親からの教えに基づき、兄弟たちと共にテキサス州とウィスコンシン州といった重要州でのジョンの個別訪問を手伝った。1968年6月5日に兄ロバートがカリフォルニア州予備選挙に勝利した後に暗殺された際、彼女は夫と共にロサンゼルスのアンバサダーホテルに滞在していた。 1974年に彼女はベリースペシャルアーツを設立した。現在はジョニー・ F ・ケネディセンターの VISSA 及びアクセシビリティ部門として知られるこれは障害を持つ青少年に芸術と教育のプログラムを提供する。2011年時点で VISSA のプログラムは43州と52カ国の約27万6千人の学生にサービスを提供したと報じられている。 彼女は、ビッサを代表して、世界各国を旅し、障害者の芸術へのより広い参加を提唱した。彼女とジョージ・プリンプトンと協調した、クロニクルズ・オブ・カーレッジ、ベリー・スペシャル・アーティスツは1993年4月に、ランダムハウスより出版された。1993年に、当時の大統領のビル・クリントンによって、在アイルランド・アメリカ合衆国大使に任命された。 彼女はフランクリン・ルーズベルト政権下で在イギリス・アメリカ合衆国大使であった父ジョセフ・ P ・ケネディが始めた外交遺産を引き継いでいる。大使として彼女は北アイルランド和平プロセスにおいて重要な役割を果たした。彼女はエキュメニカルな見解のデモンストレーションとしてアングリカン・コミニオンの自治区であるアイルランド聖公会の大聖堂で生体配慮を受けた。 彼女のアイルランドへの貢献は、大統領のメアリー・マッカリースにより認められ、アイルランド名誉市民権が授与された。首相のバーティア・ハーンは、あなたはアイルランドのすべての人々により良い生活をもたらすのを助けたと彼女を称賛した。聖金曜日合意から約3ヶ月後となる1998年7月4日、彼女はアイルランド大使から退いた。 論争1994年、彼女はシンフェイン党の指導者のゼリー・アダムズへのアメリカビザ付与を支持したことでアメリカ外交政策の最前線に立った。彼女のアイルランドでの仕事は評価されていたがビザの支持したことで批判を浴びた。彼女の家族はこの行動がこの後数年間の和平交渉成立の重要なステップだったと主張した。弟のテッドは 自身の回想録の中で、ジーンワダムズが武力闘争を続けることが、IRA のアイルランド統一の目的を達成する方法であるとは、もはや信じていないと確信していた。私たちが到着してから数時間ジーンとの話しただけで、北アイルランドの降着状態を打開するチャンスという、彼女が最も気にかけていることが分かったと述べた。しかしながら、後にアイリッシュセントラルはクリントンが、 大統領選挙運動中にアダムズへのビザ発行を約束していたことを報じた。また2019年にアダムズは BBC でクリントンが北アイルランドの和平プロセスを主導し、その間彼女は西ベルファストの司祭のアレックリードのアドバイスに従っており、彼は側で彼女と話し、そして彼女は弟のテディと話していたと説明した。 1996年3月、アダムズへのビザ発行に反対して、反対意見、チャンネルメッセージを送った中アイルランドアメリカ、合衆国大使館の外務職員2人に対して、彼女が報復を行った件を受け、ウォーレン・クリストファー国務長官は彼女を叱責した。法輪サービスジャーナルは、この件に関する国務省の報告が通列な批判であったと報じた。 1996年12月、彼女がダブリンの住居を回収するために税金を使う、要大使館のスタッフに圧力をかけていたことが、ボストンヘラルドにより報じられた。彼女はまたアメリカの利益相反法に違反していたと、される。2000年9月22日に、司法省はプレスリリースを発行し、彼女が和解金5000ドルを支払ったことを明かした。 1998年にアイルランドのメアリー・マッカリンス大統領を支持した彼女はローマ・カトリック教徒であるにもかかわらずダブリンのアイリッシュ・プロテスタントの大聖堂で生体配慮を行った2008年のケネディ・スミスとビクトリア・アレジー・ケネディ彼女のアイルランドと障害者コミュニティへの活動に対していくつかの栄誉が贈られた1998年にアイルランド政府から 名誉市民権が贈られ、また2007年に北アイルランドでの平和への取り組みと障害児に関する人道的活動に対してエールソサイティオブボストンから金メダル賞が贈られた。2009年に彼女とテッド・ケネディは北アイルランドの和平プロセスへの貢献によりティッペラリー平和賞を授与された。2011年2月、障害者への取り組みにより バラク・オバマ大統領から大統領自由勲章が授与された。2011年3月15日、彼女はアイ・アイリッシュ・アメリカ氏のアイリッシュ・アメリカの伝道に加えられた。2012年の映画、リンカーンでは、ウーマン・シャウターを演じ、ジーン・ケネディ・スミス大使名義でクレジットされた。2016年10月、彼女はケネディ家の回想録、ザ・ナイン・オブ・アス。 グローイングアップケネディを出版した。1956年5月19日、彼女はニューヨークのローマカトリック系のセントパトリック大聖堂の小さな礼拝堂で実業家のステファン・エドワード・スミスと結婚した。夫妻は実施のステファン・ジュニアとウィリアムを設けた後、アマンダとキムを幼女として迎えた。夫のステファンは1990年8月19日にガンで亡くなった。 1991年に、次男のウィリアムは、フロリダ州で合姦罪で告発されたが、裁判では、無罪となった。2009年8月11日に、姉のユーニス・ケネディ・シュライバーが亡くなった。彼女は8月14日のユーニスの葬儀には、参加せず、闘病中だった弟のテッドと同居していた。テッドは、同年8月25日に亡くなり、寺院は、 ジョセフとローズケネディのこの最後の生存者となった。彼女は8月29日のテッドの葬式に出席した。彼女は2020年6月17日にマンハッタンの自宅で亡くなった。92歳だった。9人兄弟の最後の生存者であった彼女は最長寿でもあった。ありがとうございます。